2016年の北海道日本ハムファイターズでは、2016年の北海道日本ハムファイターズにおける動向をまとめる。この年の北海道日本ハムファイターズは、栗山秀樹監督の5年目のシーズンであり、2012年以来、4年ぶり7度目のリーグ優勝と2006年以来、10年ぶり3度目の日本一に輝いたシーズンである。前年2015年は、 シーズン2位だったが、優勝した福岡ソフトバンクホークスとは12ゲームという大差をつけられており、メンバーもほとんど変わっていなかったことから、解説者、評論家からは A クラスの予想が多かったが、ほとんどが2位もしくは3位予想であり、優勝予想はほぼ皆無であった。一方、ソフトバンクはチームの主砲だったリオハルや先発の一角だったジェイソン・スタンリッチが対談し、 スケット野手を新しく補強しなかったが、メジャーから5年ぶりに復帰した和田武士の加入もあり、総合的には、投打ともに選手層が充実しており、解説者、評論家のほとんどがソフトバンクの優勝を予想していた。首位ソフトバンクとは最大11.5ゲーム差をつけられていたが、6月19日から球団新記録となる15連勝を記録し、ゲーム差を縮めてゆく。 8月にソフトバンクと首位を競い、9月22日のソフトバンク戦では5から2で勝利し、マジック6を点灯させた。9月28日の埼玉西武ライオンズ戦で4回表にブランドン・レアードが先制ホームランを放つと、先発の大谷翔平がこの1点を9回まで守りきり、4年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した。日、大谷氏。 菊池岡本は父大追いし田、き田勝、大谷杯。菊池本塁打。キレアード39号開始。18時。有料入場者 28,。28,261人。時間。3時間1分2016年のパシフィックリーグクライマックスシリーズでは、ファーストステージを制したソフトバンクと対戦。3勝2敗で迎えた第5戦では、加藤隆幸が先発。 初回に4失点を喫して降板したが、4回に勝ち越し、5回には2点を追加し3点リードとなる。9回表に指名打者を解除し、大谷翔平が登板し、日本最速の時速165キロメートルをマーク。最後の打者の本田雄一をショートゴロに打ち取り、4年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。日本シリーズでは25年ぶりに、 リーグ優勝を達成した広島東洋ガープと対戦し、4勝2敗で10年ぶりの日本一を達成した。対戦成績色付きは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。